はい、4番ですね。3x イコール 5x マイナス14。これも右辺に 5x と 0x の項があるので、左辺に項する、ね。そうすると、左辺は 3x やったところに、この 5x、つまりプラス 5x がやってくるので、符号が変わってマイナス 5x。そしてイコール。右辺に残ったのはマイナス14。こんなふうになりますね。そこで左辺は 3x、5x、つまりマイナス 2x。右辺はそのままマイナス14。あと両辺をこのマイナス2で割る。そうすると左辺は x だけ残る。右辺はマイナス14をマイナス2で割る。つまりプラスの7。ということで、解は x=7。